まず最初に、我々得意としています落下でもですけども、病院ではですね、いろいろと非常に忙しい職場でありますので、いろんなアクシデントが起こります。例えば机の上に置いてたパソコンがパラッとこう落としてしまうとか、ベッドの上に置いていたパソコンがずり落ちてドンとこう落ちてしまうとかですね、そういうようなアクシデントがあります。まあ、安心して使えると、そういう時に安心使えるというために、対処規制をアップさせております。これについて、デモさせていただきます。こちら見えますように、現在 Windows が立ち上がった状態で、パソコンを起動させております。それをこちら、簡易落下、試験機というものでして、我々が、授業部の方で使っております、落下試験機をもう少し、デモ用に、簡単にしたものです。これ今落下試験機の方を貸していただきます。これ高さ90センチになっております。これを今から落下させていただきます。では落下します。というように今落下しました。見ていただきたいと思うんですけども、このように、特にこれによって、不具合と起こっておりません。落下ができたかと思います。ちょっとホッとしました。では次聞かせていただきます。次はまた別の部屋で、当部屋同じ部屋ですね、防滴の試験、防水の試験させていただきます。病院等ではですね、いろいろな液体、やっぱり薬、薬品とかですね、水とかあるかと思いますけど、その他の例えば血液とかですね、そんなのもあるかと思います。そういうものがですね、一旦パソコンの中に入ってしまうと、もう永遠に拭き取れないという形になってしまいますので、やっぱりこう、まずは入らないと、液体が中に入らないということが非常に重要だということで、このタフのタフブックで培いました防滴の技術を今回使っております。ではですね、今Windows が、画面の方ですね、MPEG か何かの画面がですね、今動作しているというのに、ちょっと見くが飛びますけども、しておりまして、これに水かけさせていただきます。まあ、実際にですね、病院ですから屋内ですので、こんな水がどこ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 かかることはないとは思うんですけど、これは屋外仕様 のタフブックで培った技術をそのまま使っておりますので、このようなたくさんのです、ね、水がどんどんかかってですね、全然大丈夫と。つまりもう中には水が入りません、あるいはその液体、薬品とかですね、そういう、拭けなくなるような状態にならないように、全て、外でシャッターを落としますというようなことになっております。このように特に問題なく、動いております。続きましてですね、3番目なんですけども、今度はちょっと病院っぽくなってくるんですけど、先ほどちょっと、紹介しました拭き取りの試験の状況をデモさせていただきたいと思います。先ほどありましたように、クリーニングユーティリティというのがありまして、それを今まもなく立ち上がるところになっています。クリーニングしますかというと聞いてきますので、はいを押しますと画面がちょっと色が変わります。ちょっと後ろの方見えにくいと思いますので、これまた後で個別にまた見ていただきたいと思います。はいを押していただきたいと思います。そうしますと、ちょっと画面が変わりましてですね、これをですね、拭いていきます。ちょっと見にくいかと思います。拭きますと、拭いたところが、色が変わっていくというようなところになっております。で、その画面は、画面だけを拭いてもらうのが目的じゃなくて、画面で、筐体全体を拭いていただきたいというように考えております。で、例えばですね、もうキーボードがついているパソコンですとですね、キートップとキートップの間をどうやって拭くんだろうと、そういうふうに思うと思うんですけど、このようなパソコンですと、もう全部の領域を拭くことができると。このユーティリティはきっかけにしまして、頻繁に、きれいにしていただくというようなことを促すことができるというような仕組みになっております。続きましてですね、バーコードリーダーを内蔵しておりますので、バーコードのデモをさせていただきたいと思います。バーコードの方ですね、私ここにですね、
まあ、患者さんになったつもりでですね、バーコードのついた、まあ、ネームプレートを持っております。こちらのですね、ここにバーコードが、印刷されております。これをですね、CFH1 で読み取ることができます。今ちょっとごめんなさい、マイク近づけなかったんで聞こえにくかったと思いますけど、ピローンとこう音が鳴りまして、バーコードが読めたという状況になります。はい、すいません、近くの人しかもしかしたら聞けなかったと思いますけど、バーコードが読めております。でバーコードをどういうなぜ読むかと言いますと、まあ、患者さんの確認ですね、それ以外に点滴とかですね、あるいはカルテにこうバーコードがついていって、それらを全部同じパソコンでこう、セットで読み込んで、間違いないねと、この人に使う薬剤あるいはこの人のカルテこれ間違いないねというのを、バーコードで読み取って、まあ、間違いを防ぐと、まあ、そういうような使い方がされるというふうに聞いております。あとですね、このバーコード以外にですね、病院によっては RFID という RFID タグというのを使われているところがありまして、まあ、そちらの方のデモを最後させていただきたいと思います。今回はちょっと薬剤の方に RFID のタグがここの辺りにですね、ここのところに、これバーコードもついてますけど、このちょっと見えないところに RFID のタグが埋め込まれております。これを読み取ります。はい、今音が鳴りまして、画面の方にちょっと、画面の方にですね、読み込んだ、RFID の番号がこう出ているんですけども、まあ、これもですね、先ほどのバーコードと同じように、患者さんとか 薬剤を間違えて使わないようにということで、そういう照合のために使うということになっております。以上です。以上、デモの方終わります。どうもありがとうございました。